サムザップはニュージーランドで生産された香港の競争場。2007年10月ニュージーランドアボンデル競馬場にて競争場デビュー。そのデビュー戦を勝利で飾ったサムザップは1200メートルから2500メートルまでの幅広い距離を使われ8003勝。そのうち2度の重傷にて5着3着という結果を残し、2008年はじめに香港競馬へとトレードされる。 7ヶ月の休養を経て2008年11月香港馬として再出発したサムザップは2層目のパナソニックカップを勝ち、香港初勝利を記録。翌2009年1月には香港クラシックマイルで1着となり初の重賞タイトルを獲得すると香港ダービー2着を経て挑んだクイーンエリザベス通用カップでは3着に入るなど、 国際 GI においてもその実力ぶりを発揮している。その後も、重症競争に出走し続けたサムザップであったが、先の香港クラシックマイル以降は、前線止まりの内容が続き、バッシュサイドの環境を変えたいとの要望により、2010年5月、キャスパー・ファウンズ級者へと移籍。同年10月に、シャティントロフィーをおかち久々の勝利を挙げ二つ目の、 重賞タイトルを獲得している。2011年には、ジョッキークラブカップ優勝のほか、香港バーズでは2着。翌2012年のクイーンエリザベス2ヨシーでも2着に、入るなど長きにわたり活躍し続けたが、この年の9月に、左前足の靭帯を負傷、長期休養に入る。その後一度は、戦線復帰を果たしたものの、 怪我の影響から不審が続き2013年5月の香港チャンピオンズチャターカップ7着を最後に現役を引退した。ありがとうございます。